藤田義男9月28日から2013年1月9日は日本の天文学者。君党は君に等学位は理学博士。東京大学名誉教授、日本学士委員会員、文化功労者。東京帝国大学理学部助教授。東京大学理学部教授。日本学士委長などを歴任した。福井県出身の天文学者である。 東京帝国大学を卒業し、東京帝国大学や東京大学にて教鞭をとり、後に東京大学から名誉教授の称号を授与された。日本学士委員会員に選任され、委員長に就任した。低温度構成の研究で知られており、構成の温度とスペクトルとの関係を研究し、低温構成の3個の分子は星の大気中の炭素。 窒素、酸素の比重の際に起因すると提唱した。後年、アメリカ合衆国の研究者により、藤田理論が正しいことが証明された。戦前に、福井新聞の編集長を務めた、藤田定蔵の長男として、福井県福井市に生まれる。父、定蔵は、藤田村メの筆名で小説を書いていた。映画監督の伊藤大俊也は、 藤田の追いにあたる。萩原裕介の弟子だが、死の萩原が天体力学の権威として知られたのに対し、藤田は天体物理学で大きな業績を上げた。1939年に東京帝国大学から理学博士号を授与されている。藤田の弟子には西村史郎、前原秀夫、平井正則、吉岡和夫らがいる。 ありがとうございます。